4コーナーをカーブして、さあこれからです。さあ先頭に立ったのはハイキンヘラクレス、ハイキンヘラクレス先頭、2番手は大鳥あざみ、懸命に追いすがります。やはりハイキンヘラクレス先頭だ。残り 200m、 ハイキンヘラクレス先頭だ。残り 100m、 ハイキンヘラクレス粘る。ソリッドピート追いすがります。ハイキンヘラクレスもう一伸び。ハイキンヘラクレス、ハイキンヘラクレス1着、2着は微妙です。ハイキンヘラクレス見事1番人気に応えました。さあ直線に入りました。これからの勝負、ここで先頭変わりました。先頭はトロットスター、トロットスター先頭、2番手はシンボリインディ先頭を捉えるか。あと 200m、 トロットスター先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。トロットスター先頭、シンボリインディトロットスター追いすがります。シンボリインディ、シンボリインディ1着、2着にはどうやらトロットスター見事に勝ちました。シンボリインディトロットスター2着止まり、しかしなんとか面目を保ちました。4コーナーカーブから直線コースに向きました。最後の追い比べ、先頭はセカンドストーム、しかし後続の足色もなかなかいい。2番手はグリーンサクセス先頭を捉えるか。あと 200m、 セカンドストーム先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。ブラックタキシード抜けた。インドコンタクト迫る。ブラックタキシード、ブラックタキシード1着、2着にはどうやらインドコンタクト、ブラックタキシード見事1番人気に応えました。Thank you.
京都競馬場の芝 1600m にスプリンターから中距離の優まで歴戦のスピード自慢が集まりました。さあ秋のマイル日本一決定戦マイルチャンピオンシップの発走です。さあ最後は大外枠の大隅タイクーン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争いウィナーズバラッド前に行きそうです。続いていくのが堂島無敵、内からはキャニオンウォール、ビッグサンデー、そのうちに続いています。並んで7番菅野王子、河内サタデー、後位をキープ。その隣にワシントンカラー、その横に大隅タイクーン、グルメフロンティア、この馬もこのグループ、ファイトビゼン、そのうちに続いています。並んで4番河内ウォール、キングオブダイヤ、この馬もこのグループ。すぐ隣にヤマニンスルー。さあ勝負どころ、京都競馬場3コーナー坂の上りに差し掛かりました。坂の下り、坂を下っていきます。各馬ここで仕掛けます。一気にペースが上がります。さあ先頭は堂島無敵、2番手は大隅タイクーン、笑顔を見せて3番手。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。先頭変わって笑顔を見せて、笑顔を見せて、先頭2番手はクワチウォール、残り 200m、 先頭はクワチウォール、残り 100m、 クワチウォール粘る、河内サタデー迫る、クワチウォール、クワチウォール1着、2着にはどうやら河内サタデー、見事に勝ちました。河内ウォール、河内サタデー2着止まり、しかし何とか面目を保ちました。